了解。現在の状況はこうなっている。エルシオールの現在位置はここだ。先行した友軍はこの位置にいる。敵艦隊の編成だが、いずれも見慣れないタイプばかりだ。おそらく例の巨大艦が生産したものだろう。ついさっき敵の分析データが届いた。第三方面軍が交戦した時のデータだ。わかった、メインモニターに出すぞ。現在のところ敵は3種類確認されている。まずはこの船だ。こいつは速度は遅いが、その分重装甲重武装のようだ。耐久力の高い戦艦タイプといったところだな。次はこの小型艦だ。こっちの船はかなり機動力があるようだ。突撃艦タイプだな。最後に戦闘機タイプ。こいつのスピードには注意が必要だぞ。他の敵に気を取られている間に前線を突破される恐れもある。とりあえず今分かっていることは以上だ。それにしても先遣隊にいきなりこんな大部隊を持ってくるとは。ただの偵察というわけでもなさそうだな。成功法で来たというわけか。厄介だ。何、実際戦ってみりゃ分かるさ。どのうち負けるわけにはいかないんだ。私たちが突破されたら次は白き月や本星が攻撃を受けてしまいます。何としても食い止めなければ。タクトさん、頑張って守り抜きましょう。もう一度作戦内容を確認するか。了解。新しい敵艦はデータが少ない。くれぐれも気をつけてくれ。心配いらないわよ。要は全部ぶっ壊せばいいんでしょ。白き月とトランスバール本星には近づけさせません。ええ、もちろんですわ。参りましょう皆さん。頑張ってくれみんな。目標を発見。行ってまいりますわ、タクタさん。見たことがない敵が相手でもなんとかなりますよね、タクトさん。
私たち全員で頑張ればどんな敵だって倒せます。私たちで敵を食い止めないと。しまった、被弾したか。あの艦隊って巨大艦から作られたものなんですよね。当たった。艦隊の強度が低下して、次行くわよ。そろそろ危険だ。よし、命中。敵の攻撃を回避したわ。回避成功。一番機攻撃成功です。やりましたよ、タクトさん。敵の攻撃を回避したわ。攻撃に成功したよ。敵の細かい敵が止まって見えるね。私たちは負けませんわ。しまった、被弾したか。いけない、回避されちゃった。紋章機に反応が追いつかないわ。きっと何か弱点があるはずです。しまった、被弾したか。トリックマスター、攻撃に成功いたしましたわ。敵に回避されましたわ。ですが、もう動きは見切りました。よし、命中。見てたかい、タクト。今の私の調子なら、相手が誰だろうと負ける気がいたしませんわ。当たった。あー、もう、なんで当たんないのよ。船体の強度が低下して、そろそろ危険だ。敵からは動きを、敵の構えに攻撃だ。これほどとは、いかん、航行不能だ。総員脱出せよ。ラッキースター、攻撃を回避しました。なんだか不気味ね。少なくとも私の趣味じゃないわ。目標レーダーで捕捉。行ってくるよ、タクト。敵に回避されましたわ。ですが、もう動きは見切りました。ガルファスクって連中はみんなこういう船に乗ってるのかしら。こちらの装甲、神の遺憾、航行不能だ。総員脱出せよ。しまった、被弾したか。ガルファスクって一体どんな人たちなんでしょう。捕手、どこを狙っている。敵が見えていないのか。よし、回避した。だんだん敵のパターンが読めてきたよ。でも次こそは。損傷が増えてきたか。だが、まだなんとかなる。命中です。この調子で打ち損じたんだが。けど、まだまだ長くは戦いそうにない。ハーベスター、機体強度 50% 以下に低下。そろそろ危険かな。ハーベスター、言われなくてもわかってるわ。敵艦機の攻撃がこれほどとは。このままでは撃沈される。敵から攻撃を、いかん、航行不能だ。総員脱出せよ。しまった、被弾したか。撤退する。あとは頼んだぞ。敵から攻撃が増えてきた。損害は長くは戦いそうにない。回避に成功しました。ラッキースター、攻撃を回避しました。次は外さないよ。これで心置きなく戦えるわ。タクトさん、今ならハイパーキャノンが撃てそうです。こちらラッキースター、敵を撃墜しました。回避されました。なんて速さ。攻撃に成功したよ。攻撃が外れた。敵が止まって見えるね。攻撃に失敗しました。敵から攻撃を受けた。今の絶妙な攻撃が当たってないのよ。撤退する。あとは頼んだぞ。しまった、回避されたか。敵の反撃に備えろ。
回避されたか。敵もやるもんだな。しまった。なんだ、もう終わりかい。落ち着いてよ。目標を撃破したよ、タクト。そろそろエネルギーが。まだいけるかな。ラッキースター、攻撃を回避しました。目標への着弾を確認。見ていてくださいましたか。攻撃成功です、タクトさん。今の攻撃でかなりダメージを与えられたと思います。目標を捉えた。これからそっちに向かうわ。攻撃に成功。敵を破壊しました。目標への攻撃に成功いたしました。次は外さないよ。参りますね。目標を確認。移動を開始します。連中です。すみません。助かりました。じゃあまた行ってきます。もう一度行きます。よし、メイ敵を見つけました。行ってきます、タクトさん。よし、当たった。攻撃を回避しました。今度は外しませんわ。タクトさん、攻撃が成功しました。どこを狙っている。敵が見えていないのか。二番機、攻撃を始めるわ。私たちが力を合わせればきっと勝てますわね、タクトさん。当たった。よし、次行くわよ。回避成功。敵の攻撃を回避したわ。チャンスだったのに。そんな攻撃当たるもんですか。私にお任せください。とお役に立ってみせますわ。しまった、被弾した。タクトさん、攻撃撃墜できたみたい。やりましたよ、タクトさん。言ってられた。敵ながらやります。しまった、また被弾した。これ以上食らったら。当たった。私次行くわよ。今は手加減できそうにありませんの。覚悟はよろしくて。ご覧あそばせ、光の舞を。フライヤーダンス。目標、攻撃を回避いたしました。今度は外しませんわ。そんな攻撃当たるもんですか。敵に回避されましたわ。ですが、もう動きは見切りました。攻撃を回避しました。あんたを信じるよ。トリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。敵を撃墜したわ。回避に成功しましたわ。あの攻撃をかわすか。私なら大丈夫です。トリックマスター、そうだ、ね、了解ですわ。回避に成功しましたわ。私なら大丈夫です。了解です、タクトさん。攻撃助かったよ、タクト。今度は私が助ける番だ、タクトさん。よっしゃ、任せときな。当たった。よし、次行くわよ。そろそろ限界だ。ダメージが深すぎる。大当たりです、タクトさん。次もこの調子で行きます。攻撃回避されました。当てられた。敵もやりますね。これがノアの言っていたエデン時代からの敵。攻撃を回避。ダメ、攻撃が外れました。申し訳ありません。目標撃破が乗ってきました。次は今なら何でもできそうです。目標を発見。行ってまいります。一番機ハイパーキャノン撃ちます。かまされたな。次は外さないよ。なんだか知らないけど私たちは負けらんないのよ。島攻撃に被弾したか。もう一度やってみます。敵を撃破した。よし、当たった。絶好調だね。申し訳ありません。巨大艦を倒す方法、ノンさんならきっと思いついてくれますよね。あの弾幕をかわした。敵ながらやるね。よし、命中。見てたかい、タクト。ですが、もう動きは見切りました。すみません、エネルギーが減ってきましたけど、まだ平気です。一度行きます。了解しました。そう、今の攻撃をかわすなんて。あ、外れた。冷静に狙わなくては。ターゲット確認。隙だらけですね。警告いただきました。嘘、攻撃が外れた。
あんな脅しに屈する私たちじゃないってことを教えてやるよ。ほう、あの攻撃をかわすか。ちっとは楽しめそうだね。攻撃回避されました。かわされたが、次は外さないよ。トリックマスター、攻撃に成功いたしましたわ。助かりました。じゃあまた行ってきます。命中ですが、次も外しませんことよ。ハーベスター攻撃成功。タクトさん、命中しました。一番機攻撃成功です。やりましたよタクトさん。バルファスカ、タクトさん命中しました。敵を撃墜しましたが、効果的なダメージを与えられました。目標レーダーで捕捉、行ってくるよタクト。回避されました。次は当てます。トリックマスター、今の攻撃を回避したんですの？侮れませんね。撃破しました。次の目標は当たるものですか。紋章機を甘く見ないでください。敵艦隊すべて沈黙、周囲に敵影ありません。増援の心配はなさそうだな。なんとか勝てたか。みんな帰還してくれ。今回はなんとか対処できたが、次もうまくいくとは限らないぞ。あのデカブツが来るのも時間の問題だ。司令、白き月から通信です。重要な話があるのですぐに戻ってきてほしいとのことです。エンジェル隊、戻ったよ。今回の敵は今までより明らかに強くなっていましたね。ですが問題ありません。どんな敵が来ようとも今回のような戦い方ができれば倒せそうな気がします。先輩方はどう思われました？楽勝よ。あんな連中、おがうぶだかおがくずだか知らないけど、どーんと来いっての。私はタクトさんの指揮があれば心配はいらないと思います。今回は比較的楽な部類でしたわね。次もこの調子で頑張りますわ。まあ敵がどんな連中だろうと私に任せておきなって。タクトもいるんですさ。強い敵が出てきても大丈夫です。私たちもっと頑張りますから。わかりましたわ。どんな敵であっても後ろを見せるわけにはいきませんものね。タクトさん、頑張りましょうね。もちろんです。何でも命令してくださいね。ほらこらタクト、私たちのことも忘れないでおくれよ。そうよそうよ、いつもミルフィばっか見ちゃって。司令官は同時にいろいろなところに目を配る必要があります。どうですか？完全にお二人だけの世界に入っていたようですけれど。ラブラブ。バニラまで、もう。あの、皆さん、いつになったら白き月に戻るんでしょうか？
あからさまに話をそらしたわね。先遣隊は全滅か。そうよ、それぐらいでなくても面白くないわ。レフューリアの。どうした？何が驚く？それとも心にやましいことでもあるのか？いえ、そのようなことは決して。ただあなた様が直接お話になることなどここ100年ほどありませんでしたので。たかが100年であろう。まあよい。あ、時は十分すぎるほどにある。焦ることはない。敵に密かに入り込む。侵食し我らの到着を待つ。それが前もなくて。そうだ、ネフューリア。は、重々承知しております。ならばよい。忘れていなければな。今のうちにせいぜいふんぞり返ってるといいわ。黒き月の力を取り込んだこのオガウブに、さらに白き月の力を取り込めば。やっと集まったわね。遅いわよ。時間がもったいないから本題に入るわね。とりあえず理屈は単純よ。敵のネガティブクロノフィールドを打ち消せばいいわけ。まだ話し始めたばっかりなんだけど。前に黒き月があんたたちの紋章機や艦隊を動けなくしたことがあったでしょ。初めて黒き月が私たちの前に現れた時、惑星ロームでの戦いですね。そうよ、あの時使ったのがネガティブクロノウェーブ。皆さん、これを見てください。ネガティブクロノウェーブの大まかな概念を図式化したものです。あんたたちのおつむでもわかるようにね。簡単に言うと、特殊波長の時空波の放出によって局地的な時空のねじれに似た現象を引き起こしてエネルギーを転移させるの。これを受けるとレーザーだろうがクロノストリングエネルギーだろうが強制的にクロノスペースへ転移させられてしまうわ。つまりこちら側の次元においてはそれらのエネルギーは消えてしまうのです。その効果はあんたたちなら知ってるわよね。いやってほどね。敵はそのネガティブクロノウェーブで船を囲む一種のフィールドを形成しているのよ。まあ卵の殻みたいなものね。つまりそのフィールドを突破しなければ私たちは敵に指一本触れられないというわけですよね。どうすればそのなんとかっていうフィールドを破れるんですか？
この波を打ち消せればいいのよ。そうすればあのバカでかい船は裸同然。だからどうやって消すの？逆位相の時空波の衝突による無効化で可能になるわ。は？だから逆位相の時空波の衝突による無効化。ねえミフィ、意味わかる？全然。つまりこのようにネガティブクロノウェーブの波形と全く逆の波形を作り出し、ぶつけることによって相殺する、そういうことでしょうか、ノアさん。なんだ、話の分かるのもいるじゃない。要はそういうことよ。それを積んだミサイルでも打ち込めば、あるいは、いけるかもしれんぞ。あくまでも理論上はね。あの船を守ってるフィールドの出力は半端じゃないわ。それと対抗しうるだけのエネルギーをこちらも用意する必要があるのよ。お気楽ね、あんたは。それがマイヤーズの良いところだからな。希望を捨てないことこそが今は一番大事です。ここにはお気楽バカしかいないのかしら。そんなこと、いや、そうかもね。私も相当頭がバグってるわね。こんな連中に手を貸すなんて。よし、では早速その兵器の開発を始めねば。軍からも専門家を招集しよう。ルフト、物はついでだ。司令部の機能もそっくりここに移してはどうだ。白き月を対策本部とするわけですか。しかしそれは。こちらは構いません、ヨシナに。感謝します、サトヤン様。お許しが出たとあればすぐに手配いたしましょう。ではトランスバール国王として宣言する。現時刻より我々は白き月を最終防衛ラインと定め、最大限の知恵と力をもって敵巨大艦の攻略に当たる。はい、タクトさんとみんながいれば怖いものなんかありません。私たちは最後の砦です。おーし、気合入ってきたわよ。しゃー、私たちの広告でこれ以上勝手なことはさせませんわ。みんなで戦って敵をぶちのめして、みんなで生きる。いいね。はい、微力ながらお手伝いさせていただきます。了解。